こんばんは、高野くもです。先日私はですね、ハードバップファンあるあるというですね、読者じゃないや、視聴者の方からいただいたコメント返しということで動画をアップしたんですけれども、その動画にまたコメントがつきました。今日のあじさいさんからです。書き込みありがとうございます。読んでみます。林家正蔵さん曰く、ボーカル自体がワンランク落ちる。ゴリゴリバリバリ吹かんといかんです、ジャズは。ビッグバンドも認めたくない。デューク・エリントンや三山敏之&ニューハードもダメ。厳しいね。カウント・ベーシーはコンボでのみ認める。厳しいね。グレン・ミラーは全然ダメ。ビリー・ホリデーは好きだけど、ジャズ喫茶道的にはダメ。オーネットやサンダースやアイラーは魂があるらしいです。タモリのジャズスタジオという昔の番組が YouTube に上がって語っておりました。テレビの初心者向けジャズ番組でゴリゴリの硬派ジャズ論をぶちかますコブヘイさんはいろいろとすごいですね。かっこ笑い。恐れ多くもゴリゴリバリバリ吹くのが良いという予言以外は賛同しかねますけれども、かっこ焦り。で、私は、このような返事をしました。その映像を見ました。面白かったですと。ね 私これ昔見たんですよ。で、面白かったので、実は何度も見ています、この動画で。やっぱりね、林家正蔵さん、元コブヘイさんはすごくね、役回り演じてるなと思ってます。極論かましてるんですよね。だけど本音でもあるわけですよ。やっぱね、ジャズの好みっていうのは、食べ物の好みもそうかもしれませんけれども、やっぱね、育ちがわかるんですよ。育った場所が出るんですよ。もう伊東育ちだってことが分かっちゃうんですよ。上野のジャズ喫茶伊東育ちだなーってことがすごく分かるなと。実際ね、林家コブヘイさんは、正蔵さんか、現在はジャズ喫茶の伊東に足しげく通われていたそうで。だって伊東って、ゴリゴリバリバリ吹く管楽器が一番かっこいいジャズ喫茶なんですよね、轟音でね。そりゃそこに入り浸っていればそういう好みになっちゃうと思うんですよね。だから本当にね、お里が知れるってよく言うじゃないですか。それは悪い意味で使われるんですけれども、良い意味でね、お里が知れる、林家正蔵さんのお里は伊藤なわけですよ。で、私の場合はやっぱり、これね、熱心な視聴者さんの方は、私のいろいろなこの動画を聞いて、なんとなく私の好みを把握されてると思うんですけど、私のお里はやっぱりイーグルとかスイングなんですよね。だからおのずとそこでかけられてるジャズっていうのは、もちろんね、お客さんのリクエストもあるとは思うんですけれども、やっぱり店主の好みも反映されてるわけですよね。だってどんなにお客さんがリクエストしたとしても、店主が嫌いなジャズって置いてないわけなので、リクエストしてかかるっていうこと自体も、かかる LP レコードがあるということ、ある、今 CD かもしれませんけどもね、かかる音源をあるがあること自体も、その店主が良しとした音源なわけですよね。だからお客さんがリクエストしてかかったとしても、もう店主がよし、これはかけてもいいというね、認めたものがしかかけられてないわけですから。じゃないと、そんなのありませんよ、よそのジャズ喫茶行ってくださいってなってしまうわけですからね。だからやっぱりね、その店でかかっているものが、その人のジャズの好みを形作るっていうのはすごくよくわかります。で、私も伊藤はですね、もう本当に閉店する年か前の年ぐらいから足しげく通い始めたところではあるんですけれども、そんなに、足しげくって言い過ぎですね、ごめんなさい。たまに行ってたんですけど、やっぱりね、イーグルとか、あとスイングとはやっぱり違う空気感じましたよね。だから同じジャズ喫茶といっても、本当に一つ一つ全て違うなって本当に思いましたね。で、私の中では、ちょっとイーグルはおしゃれだなって で、スイングはジャズ喫茶といっても、映像を見せてくれるとかがちょっと他のジャズ喫茶と同列にはくくれないなーなんていうのを思いまして、で、伊藤こそが、なんか昔ながらのね、昭和の、しかも昭和30年代、40年代の、いわゆるですね、本当、ジャズ喫茶っていうのを正統的に受け継いで、まだ残っているジャズ喫茶なんだろうなーなんて勝手に思ってですね、そこで、あれですよ、ジョー・ファレルとエルヴィン・ジョーンズとジミー・ギャリソンの「プッティント・トゥゲザー」をリクエストして、ギョワーンっていう音を聞いていたわけですけれども、そこね、エルヴィン・ジョーンズとかね、ジョー・ファレルとかジミー・ギャリソンの音、ギョワーンって聞いていれば、そういう脳もギョワーンってなっちゃうわけですよ。だからやっぱり、
そりゃもうブリブリバリバリみたいなのが好みになるのはもう当然なわけですし、でそうある意味それに賛同してるからって、それに感性があったからこそ足しげく通うわけですもんね。あるいはまあ伊藤で脳みそがチューニングされてしまったっていうこともあるんですけれども、だからまあこういう発言が出るのもですね、結構ねフェイクして語られていてとても面白いとは思ったんですけれどもね、別にそんなにねダメっていうほどあの林家正蔵さんは好みは狭くないとは私は思っているんですけども、これもまあ役回りは演じているんでしょうね。わざと極論をぶつことによって他の人たちからの笑いとか興味を誘うみたいな役どころをすごくわきまえていると思うんですよ。まあ、いわゆるあれですよ、けれんみのあるっていうとちょっと違うかもしれませんけれども、ほらよくねけれんみのある作品とかって言うじゃないですか。であの林家正蔵さんの場合は視聴者サービスということでけれんみのある表現をしてるわけですよね。つまりジャズ喫茶育ちの大多数のファンがなんとなく思っている最大公約数を代表して誇張して代弁してくれてるわけなんですよ。だからちょっと大げさなところ持っているところもあると思うんですけども、でも嘘はついているわけじゃない、本音で語っている。だけどそれをただ真面目な顔して語るだけだと面白くないから、自分の役どころを心得てもう少し誇張して語っているんじゃないかななんて私は感じました。何せもうね、あの林家三平師匠のご子息ですからね、その辺の空気感というか役どころっていうのは非常にうまく飲み込んで、でうまく演じてくださって、無理のない範囲で自然な範囲で演じてくださってるんじゃないかなと思ってます。で私はこういうねけれんみのある表現とかはすごい好きですよ。全然話違いますけど、ほら男塾で大豪院邪気が初めて登場した時って身長10メートルとか18メートルぐらいあったじゃないですか。でも実際の身長は2メートルぐらいなわけなんですよ。じゃあなんであの10メートルの身長は何だったんだっていうのは、まあ、要は宮下明先生がですね、その作者のその大豪院邪気がいかに手強い存在であり、でさらに巨大な存在であるかというのを出すためにけれんみのある身長10メートル以上にでかく書いた表現なわけですよ。これけれんみのある表現だと私は思ってます。あとほらエヴァンゲリオンの映画版で9だったっけな、歯じゃなかったかな、9だったと思うんですけれども、劇場版でね本編が始まる前に5分か10分ぐらいの短いね巨神兵東京に現るという特撮が公開されたんですけれども、その巨神兵の身長もどう考えてもアングルによってはですね高尾さんぐらいの身長なわけですよ。でも実際の巨神兵ってそんな高尾さんぐらいでかいわけないんですよ。だけどいかに巨大で圧倒的で人類が抗えないもう絶対的な存在なのかということをけれんみあふれる表現であの実際の身長以上に表現しているわけですよね、庵野監督は。だから、まあ、その辺のねけれんみっていうことを分かった上で鑑賞するともう突っ込む気持ちも失せるわけですよね。まあ、ジャズにも多かれ少なかれそういうね表現が長けてる人がいますよね。その筆頭格がマイルス・デビスなんじゃないかなと思いますけどね。あとまあリー・モーガンとかもまあそういうのがね感じられたりもしますけど、そこを含めて我々はおーかっこいいと思ったりもするわけですよね。ただあんまりけれんみあふれすぎてしまうと飽きられるということもあったりもするので、その辺のさじ加減というのは非常に難しかったりもするんですけれども、まあそういうわけなんですよ。だから非常にそのコブヘイさんの、あまあ正蔵さんの表現というか、そのゴリゴリバリバリ吹かんといかんですジャズはみたいなね、そういうちょっとオタク味のかかったあの表現っていうのは私すごく好きですし、なんだってやっぱりあの正統派ジャズ、これ正統派っていうとちょっと違うのかもしれませんけれども、まあ、いわゆるそういうジャズ喫茶育ちのジャズファンがなんとなく思い描いている、まあ、ウエストコースト好きとか白人美女ボーカル好きの人はちょっと違うのかもしれませんけど、まあ、いわゆるブルーノート好きみたいなねハードバップ好きの人っていうのは多かれ少なかれそういう意識って絶対持ってると思うんですね。それをかなり拡大してですね大げさに語ってくれて、それで笑いを誘ってくれるというような表現が非常に秀逸だったんじゃないかなと思っておりますよね。なので本当にねこの動画は私も久々に見ようかな、でもし発見できたら下の概要欄にリンク貼っておきますけれども、なかなか面白い動画だと思いますので、ご覧になっていない方はですねぜひご覧になってみていただければよろしいんじゃないかなと思います。これが
ジャズファンですよって言うと、よそんなことはねえぞって、俺は白人美女ボーカル好きで俺は ECM 好きだっていう人もまあ中には出てくるかもしれません。まあこれが日本のジャズ好きの最大公約数ですよみたいな感じでね、ゆるりとちょっと俺が違うぞという方もいらっしゃると思いますし、私も主張内容の全てがいやそうかなって思いたりするところももちろんあるんですけれども、でもなんとなくね雰囲気としてはなんかすごくうまい具合に平均的というかうまいく代表して語ってくれてるかなっていうところも感じられますので、まあぜひですねあのご覧になっていただければと思います。で若い人がこれ見てもね、なんかジャズファンめんどくさいなって思って逆に離れられていく可能性もあったりもしますけど、まあこんなもんですよって思いますけどね、まあその辺はまあ人それぞれだと思いますけれどもね、まあ興味の方はご覧になってみてくださいということで、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。